今日も海上釣り堀に行かなきゃ。おいいですね、ありがとうございます。おられるのは釣りおじさんでございます。おはようございます。今日はあの釣りおじさんは、まあ、水木らの特別審査委員長ですが、まあ、本日ねちょっと欠員が出ましたので急遽差を出していただくことになりました。奥さんもね、はい、そうなんです。ここは我々のねやっぱね違いっていうのを、そうですよね、僕もそう思います。まあ、まあ僕はあれですけど、釣り寄さんはね、本当に参加するだけでも今、花が出ます。ちなみにちょっと、あの釣り寄さん、あの海上釣り堀業界を盛り上げるために、行かなきゃポーズを今、ちょっとバズらそう思ってるんですよ。ぜひ、ご協力その釣り堀の、現場に込めたい。そう、行くよ、どっか行くよみたいな、ほんで顔だけこっち向いてもらって行きますよ、釣りおじさんのイカナガポーズです。行かなきゃ。おいいですね、ありがとうございます。これオープニングで使いますわ。でこれをやっていただいた皆様にはチバッチを差し上げます。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。おはようございます。今日は水北ランプ決勝でございます。はい、なんと島君と同じイカダでございます。うわぁ、ちょっと待って待って、そんな思ってへんやろ。もうポチさん釣るからなぁ。待って、持ってきて、ポチさん僕の魚釣るからなぁ。持ってきて、持ってきて、持ってきて。何や、驚い。今日なんか意気込みある。意気込みあります。水北さんに、水北グランプリに行かなきゃ。お、いいですね、島次郎くんのイカネカポーズ、ありがとうございました。そんな島くんにはこれちゃう、こんなんちゃう。ポチさんバッジをいただきました。はい、どうもありがとうございます。いつもすみません、ありがとう。池本さんがちょっといか、ちょっと待って、もう一回、はい、テイク2、はい、テイク2、いきます。はい、行かなきゃ。いいですね、ありがとうございます。行かなきゃをしていただいた皆様にはこっちバッチを進呈いたします。ありがとうございます。はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。4番、5番、10番です。かごちゃん TV のかごちゃん。さあ何番？18番です。栄光の。栄光の18番。いつか八かの18番。そうです。では、行かせていただきます。どうぞ。はい。あの、高橋君に場所聞いてもらったら、1から8が4番駅ですわ。9から16が5番。さあ何番？3番。番号。4番駅です。はい。はい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 、はい、どうぞ。はじくん何番？4番です。うわ、素晴らしい。24本確認してます。素晴らしいな。箸返さんでいいの？箸持ってください。それが今日の商品です。これ何番？はい、どうぞ。はい、何番やろ。はい、はい、頑張ってください。最後じゃなかった。もう1、2、3秒。はい、釣りおじさん、お願いします。同時に言いますか。いや、言ってんな。釣りおじさんがそっちを引くと見せかけて僕は奥。もう引いてや。さあ、何番？何番？それ9番、釣りおじさん。9番。8番。8番。あ、でも一番違うから、ちょっと、ごめん、19番、ごめんなさい。19番いけすの19番は10番ケースです。はい、始めます。皆さんおはようございます。じゃあ今日はグランプリの決勝ということで、皆さんめちゃくちゃ頑張ってください、ね。皆さんこんにちは、釣りおじさんです。
やったぞ、グランプリ皆さんもプレジマンばっかりと思うんで、優勝目指してナンバーワンの称号ぜひ勝ち取ってください。ちなみに水放送として、マグロ挑戦権も用意しております。おはようございます。本間もの釣りおじさんだ。第1回水放グランプリ優勝目指して、皆さんちょっと名人ばっかりやけど頑張って本間もの1位になってください。今日非常に良い天気でね、雨乞い師と呼ばれているんですけど、まあ天気も味方をしてくれましたんで、まあ、もう熱中症だけね、本当に注意してもらって水分取って、まあ、釣りたいのは 山ですけど暑くなりすぎないように体調万全にして、最後ね、みんなで笑って食べるように楽しく治療しましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。14日なんですよ。2日前ですよ。ちょっとほな今から、はい、おはようございます。おはようございます。お名前は？ YFC ケントです。ケントさん、はい、今日何やらちょっとなんかサプライズがあるらしくて、はい、奥さんにちょっと、奥さんにちょっと、はい、メンバーから、メンバーから預かってるんで、旦那さんの気を、はい、さあ旦那さんが奥さんに何やらサプライズがあるらしいので、ついていきましょう。これどうしたん？会場とお兄ちゃんが。マジですか？誕生日プレゼント。おお。いやー、開けていいですか？旦那さんからの愛のプレゼント。もうそれも毎日のことです。ほらすごい。お。いやー、めっちゃいいじゃないですか。いやー、名前も入れてくれてる。ハッピーバースデー。誕生日です。僕から。嘘ばっかり。ありがとうございます。美聴会の代表さん、おはようございます。今日は決勝、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日何番以下ですか？今日は5番で入ります。5番で。はい。今日娘さんも来たんね。出ます。はい。はい。すみません。それでは頑張ってください。よろしくお願いします。おきさん、おはようございます。忙しいところごめんなさい。いえ、とんでもないです。いいですか？はい。今日は待ちに待った決勝です。ですね。どうですか、意気込みは？先週マグロをばらしてまだ傷が癒えないですか。けどマグロばらしたけど、ね、またその運はありますから。まだね、その運を今日使いたいかなと。ね、はい、今日は実はオッキーさんの隣で僕は釣りますので、よろしく。一番プレッシャーです。いえいえ、とんでもないです。頑張りましょう。よろしくお願いします。はい。ここにオッキーさんのエベレスト山があります。オッキーさん、エベレスト山イン釣りメンバーの家島さん、おはようございます。ちょっと逆やし、こっち向くわ。おはようございます。おはようございます。なんや、昨日練習超起きたらしいな。昨日はもう釣れなかったですね。釣れなかった。いつものことです。まあまあ昨日はな、練習やしな、はい、今日本番なんでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お名前伺っていいですか？飯間です。飯間さん、はい、おはようございます。今日はグランプリ決勝でございます。はい、今日はもう皆さんのあの竿のさばき方とかを勉強しに来ました。また本当に有名人ばっかりだから、ちょっと緊張します。予選の時もそうおっしゃってました。いや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 、けれどちゃんと決勝へ残っておられますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。おはようございます。おはようございます。お名前伺っていいですか？林です。林さん、はい、今日はいよいよグランプリ決勝でございます。はい、意気込みを聞かせてください。いや、もうこの場でね、ぼちぼちと釣れたら楽しめたら十分です。もうだけどね、もうせっかく来たんで、はい、狙いましょう。はい、よろしくお願いします。あみちゃん、はいよ。おはようございます。え、田鶴くんはどこや？探してるんですけどね。そこか奥に、あ、そうです、そこに。あ、ほな後でまた来るわ。はい、ちゃん、はいよ。えらい、さっきサプライズあったやんか。ハッピーバースデー。浮きもええかな思っとったのに、もうとりあえず朝一使わせてもらおうなあかんかな。
今日は頑張ってね。はい。はい、よろしくお願いします。頑張ります。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マリンボックスのガマカツ細見さんでございます。いよいよ決勝来ました。どうですか？なんかもういろんなこと考えすぎていろんな準備してきていつもより荷物が大変多い。あ、そう。ちなみにどんななんか一つ変えたなんか今日あります？変えたこと。最初脈ずりしようと思って。あ、なるほど。いつもは浮き。もう浮きが沈むのが好きやけど。うん、まあね。この前12日も来た時も棚がすごい全然分からへんくて。ああ、なるほど。まあだから今日は一応脈からっていう。なるほど、はい。そういう戦略ですね。はい。わかりました。ぜひ。よろしくね、はい、頑張ってくださいね。ありがとうございます、はい、池本さん、あ、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。腕がないから今日発売のプレジデント岡田二刀流今日発売だ。あ、今日発売、今日発売だ。ミハですやん。今日発売をもう即買ってるよ。即買いましたこれでお願いします。あとトシさんのあのカッパイビデも今日持ってきました。おいいね、おいいね、いいね。これで、はい、よろしく、よろしくお願いします。はい、お願いします。おはようございます。忙しいところごめんなさい。お名前まず聞いていいですか？中井です。中井さん、はい、今日は水泡グランプリ決勝でございます、はい、ちょっと何か秘策か意気込みかなんか教えてください。あ、まあもう頑張るしかない。頑張るしかない、はい、ね、もうここまで来たらね。そうですね、はい、楽しんで帰りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。おはようございます。おはよう、武田君。はい、どうですか今日は水泳グランプリ決勝です。まあ、あのドベにならないよ。頑張ります。それしか、まあ、だけどね、予選トップ通過やから頑張ってくださいね。頑張ります。はい、結果はともかく頑張ります。はい、はい、ちょっともう一回目今から、はい、おはようございます。おはようございます。ちょっとさっきお名前を。あ、富安です。富安さん、え、今なんて言う、言わった？今回グミ、おいただきました。マジっすか？使う機会があるかか。使う機会。決勝でまんま使うんじゃないですか？いやいや、君定義は取ってたんやから。なるほど、なるほど。終わるかもしれない。さすが、決勝でもグミを潜ますという。これはすごいですね。頑張ってくださいね。いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。タツルさん、おはようございます。おはようございます。おやみちゃん。はい。今日は水泡グランプリ決勝でございます。はい、頑張ります。はい、この間行かなきゃポーズありがとうございました。バッチ渡しといたしね。はい、また、はい、よろしくお願いします。おっ、さすがやな。この水泡の外しとくかな。もう水泡ですから。おはようございます。お忙しいところすみません。よろしくお願いします。お名前聞いていいですか？高橋です。高橋さん、どうぞよろしくお願いします。頑張ります。今日はいよいよ決勝です。今日決勝やで。何か意気込みをお願いします。ごひきはタイプ。またまたまた、そんな謙遜しあって。本当にほんまに、はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。おはようございます。おはようございます。お名前聞いていいですか？まどころです。まどころさん、はい、今日のなんか秘策ってあります？ないです。またまた。熱中症にならないように。あ、まあまあね、はい、それは本当に今日は暑いですから、はい、気をつけて、はい、決勝、優勝を目指して。あ、難しいでしょうけど、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。今日は水泡グランプリで決勝でございます。何か緊張して今そうそうしてません。頑張ります。いいですね、いいですね。さすが鹿児山プロ。これが勝って週3の男と言われた。週3の男、すごいね。ここは釣りおじさんに、鹿児山さんに、島味郎君でございます。おじさんの男なんで、はい、ちょっとやばいかな。やばいかな。でも手加減なしで全力で頑張っていきたいと思います。お、いいですね、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ沖さん、よろしくお願いします。秀島さん、よろしくお願いします。正々堂々と。
こちらのイケスの皆さん、どうぞよろしくお願いします。よっしゃ、水泡グランプリスタート。お疲れ様でした。おめでとうございます。栄えある、水泡グランプリ優勝、優勝、丸山博人さん、丸山博人です。この方がいいな。あとは第1回水泡グランプリ大会において1位、今日厳しい状況でしたけど素晴らしい成績が収められたということでご紹介いたします。おめでとうございます。ありがとうございます。賞金の方、賞金もあります。30万円でございます。30万円です。おめでとうございます。まだはい、おお、マグロいきます。そうや、1位がおお、わあ、写真皆さん撮ってもらったら、結婚式並みに撮られてる。こんなカメラ向けられてもっと笑って。はい、続いて第2位の発表になります。ハマさん、びっくりしてるやん。33ポイント、33ポイントです。準優勝ハマさん、第1回水泡グランプリにおいてポンコツという呪いを打ち消すかのごとく素晴らしい成績を食べられました。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。20万円20万円でございます。おめでとうございます。お待ちしました。第3位細見さん、細見さん、おお、山勝さん、おめでとうございます。お、第3位細見ひろみつ殿、第1回水泡グランプリにおいて厳しい戦い第3位、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ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 、はい、加藤さん、おめでとうございます。ありがとうございます。10万円です。賞金10万円ちょっと薄いな、薄いな、ちょっと薄いな。ありがとうございます。ありがとうございます。細見さん、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 アリンボックス開けて、あ、そうそう、カメラ見てください。これ今年からガマカツ本気で会場、今日なぎわさんの方から以前公言した通り、プレゼントがいただけます。よろしくお願いします。じゃあ抽選を行います。はい、2号3号を1つにして5名の方だけ、抽選で当たります。次13番、はい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 、おお、さすが、さすが、はい、この前お父さんがちょっとね、いや、ありがとうございます。14、はい、おお、はい、はい、持ってるな。じゃあ、よく使ってください。今日最後、オッキーさんは最後クエ釣ってマグロも釣り上げました。はい、最後15、おお、やったー、はい、おめでとうございます。よろしくお願いします。はい、はい、残り1ついただきました。今日一番釣れてない人、一番釣れない人は、あの2ポイントって方がいたりだ、はい、大事だな。釣りおじさんからなんと、ちょっと魚が釣れなかったかもしれないけど、まあ、カッコイイだけはちょっとしっかり、これでね、台が釣れてます。おー、おかっこいい、これで釣りができるって言われて、ちなみに釣りおじさん、この方釣りおじさんの人を何本持ってました？5本持ってました。
そうですか、はい、こっちです、皆さんお疲れ様でした。本当にもう暑い中、ちょっと、まあ、遅くまでお待ちいただき本当にありがとうございました。今回、初めて、4チャンネル